第5話、首都防衛戦。来たか、東京。生物の規制が解除され、眠りについていた双葉里穂が突如目を覚まし、首都に向かって移動を始めた。このままでは首都が危ない。都民を全員避難させるまで双葉の進行を食い止め。わかりました。線路、戦車だ。手法とマシンガン、たらい、炸裂弾、たらい。多分、どうだろうな。全部たらいでもいいくらい。その動きを止めるっていうのはね、大事だから。てか、リホちゃん狙うのこれ。本体狙うってこと？あ、やべ、移動見てない。新宿か。こちらは現地です。富士山麓から中央道を東進し、新宿方面へ向かおうとする双葉里穂を捕捉いたしました。中央道沿いでは住民の避難は完了しているのですが、都心部ではかなりの数の住民が逃げ遅れているため、自衛隊による足止め作戦が決行される模様です。巨大な双葉里穂は以前見られたような凶暴性は薄らいでいるとのことですが、かなり速いスピードで都心部への進行を行っているということですので、依然警戒が必要と考えられます。現状変わった点は見られませんが、状況に変化が入り次第情報を提供していきたいと思います。分かった。家に帰ろうとしてんだな、これ。双葉里穂が中央道を東進し、新宿方面に向かっている。限界令を敷き、新宿の住民を避難させているので、避難が終わるまで双葉里穂の進行を食い止めろ。はあ。作戦内容、新宿に接近する双葉里穂を住民の避難が 100% 完了するまで食い止めろ。あ、ここだ。うわ、スティックで照準、左右移動しかないの。その線路じゃないよね。左右移動と照準、手法、副法、特殊、 OK。 ロックはない。うわ、トイレか。遅刻、職場に向かってんのか。あ、勝手に、話が違う。右スティックか。とりあえずたらい。あ、止まった。撃て、いいから撃て。よし、ここで撃つな。仲間が死ぬ。照準がね、むずすぎんだよ。あ、左右で車を避けろってことか。いい、かまってらんねえ。これでいいじゃん。全然止まってくれないんだけど。リコちゃん、ちょっと当たってるよね。よし、やば、よし、当てた。当てりゃいいのか。うん、走るのは勝手にやってくれるから、いい、その無視だ。よしよし、いいよ、当たってる。一定数当てるとこうやって止まるんだな。たらい、よし、いいよ。これあれだ、押しっぱじゃダメか。もうどっちも出んだ。よし、いいよ、避ける必要はない。壊せ、投げたら壊せ。住民の避難が 30% 完了した。 30%？ よし、壊した。リホチーを撃ってれば勝手に壊れるかな。
この走ってる時の車ような問題は。うぅ、ちょっとな。よし、機体の損傷が激しいぞ。慎重に行動を行え。わかりました分かってねえけど。それが一番時間稼げるから投げてこい。はい、まだ走ってる。よし、ええ、よし、いいね。バルカンはある程度長押しなんだよな。でもずっと長押ししてると弾切れになる。だからやっぱ連打がいい。こせ、よっしゃー。これさ、分かった、これをもっとさ、戦車をもっと左に寄せて、住民の避難が 50% 完了した。この一番左のレーンはさ、このリホを攻撃してると勝手に壊れるから。よっしゃ、危ねえ。初期防衛ライン、よしよし。しかも右がちょうどさ、あのウェポンとかの表示で見えないのよUI がちょっとおかしいよ。ちょっと先に壊しとくか住民を守るとか言っておきながらね。よし、よし、住民 60% でリホちゃんの位置が今まだそんなとこだから、先に壊しといて。地球防衛軍でもね、街の破壊はどうでもよかったからさ、一緒や小さい犠牲よりもね、大きい犠牲の方を意識しよう。よし、あ、ごめん、股間に当てちゃってごめんお、車全然いない。いいよ、この視点いいわ、前の方見えやすい。よし、車来た。車来たけど、あれは巻き込みで倒せるけど、やっとこう。ダメ、危ない。これいけるな、もう食らわないぞ。よし、巻き込んでる。よし、チャンス、今のうちに車を。オッケー止まった時に車壊すのいいね。82%、 よし、いい。戦車意外とやりやすかった。その進むのがオートだからね、いいよ。照準だけに集中できるから。中間防衛ライン突破。オッケーオッケー、87%だ。よし、ナイスエイム。よし、完璧完璧。やばい、危ない。止まってくんね、一回。やばい、やるか。よし、ナイス、オーケー。 96% までいってる。家投げ、もうちょいだ。処理落ちしてる。オーケー、
クリア。えい、無事住民は避難した。任務成功だ。これうまかった。途中から容量得ちゃった。まだ走ってきゃ。あ、住民もう避難したからいいのか。あ、これで東京にたどり着いたんだな、双葉里穂が。B ランク。これで A ランク全然狙えるね。 S とかあんのかわかんないけど、いけるかも。はい、でこれで5だから次が多分最後、最終回になります。で間違いなく首都決戦ですね。はい、頑張っていきましょう。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。